農民が豚を屠殺する風景、マタンサは、スペインやポルトガルで、おおむね12月に開催される祭りまたは行事である。なお、マタンサに近い音で発音するスペイン語のマタンザ、あるいは、ポルトガル語のマタンザは、殺すことを意味する普通名詞であるが、この場合は、肉を作るために家畜を屠殺することを意味する。イスラム教勢力に支配されたイベリア半島では、 キリスト教徒による抵抗運動が長年繰り広げられ、その過程で成立したポルトガルとスペインでは反イスラムの意味もあり、豚肉を食べることが普及していった。また、西欧では農作物の作付きに適さない冬場の食料として、どんぐりなどが生育する森などで豚を飼育し、冬場に順次潰して肉にし、農作物の収穫が可能になる春、馬まで食いつなぐというライフスタイルが普及しており、 これらの複合的な要因で生まれた行事がマタンサである。このマタンサは12月を中心にスペインやポルトガルの主に農村部で行われ、行事の規模に応じて一頭、数頭の豚が伝統的な方法で屠殺され、その後解体し、食肉処理を行ってハムやソーセージ等の製造に至るものである。村内で小規模に行われるものもあれば、比較的大きな町の広場に、 多数の人を集め、鳴り物の演奏が行われたり、伝統舞踊が披露されたりするものなど、形態は様々である。マタンサの対象となる家畜は、上記の事情もあり豚がほとんどであり、スペインやポルトガルで12月の、マタンサといえば、豚肉を作る祭りと連想されるものであるが、マタンサ、自体が普通名詞であるので、誤解を防ぐため文章化にあたっては、 マタンザ・デルセルドなどと表記することも多い。また、他言語が共存するスペインでは、お国言葉による表記も一般的で、例えば北西部のガリシア州では、地元の言葉でマタンザ・ドゥ・ポルコという表現がなされている。スペイン・ポルトガルのほかハンガリーなど、中央、東欧地域でもマタンサに似た行事が行われている。ありがとうございます。